ロバート・ラウシェンバーグは20世紀のアメリカの美術家。ジャスパー・ジョーンズと共にアメリカにおけるネオダダの代表的な作家として活躍した。後のポップアートの流星にも重要な役割を果たしたことでも知られる。1925年テキサス州ポートアーサーに生まれた。父親はドイツ系アメリカ人とチェロキー族インディアンの婚結。母親はイングランド系アメリカ人。 ブルーカラーの家庭に育ち、第二次世界大戦中の1942年から1945年までは海軍に所属していた。終戦後、1947年から翌年をはじめにかけてカンザスシティ美術学院に学ぶ。1948年には一時パリに滞在し、アカデミー・ジュリアンに通った。1948年秋にアメリカに帰国した後は、 ノースカロライナ州のブラックマウンテンカレッジでジョゼフ・アルバースに学んだ。ブラックマウンテンカレッジでは、下記の講師だったジョン・ケイジやマース・カニンガムの影響も受けた。ケイジもラウシェンバーグの作品に影響を受け、ラウシェンバーグの作品、ホワイト・ペインティングは、ケイジが4分33秒を作曲するきっかけの一つになった。1949年からニューヨークに住み、 アートスチューデンツリーグでも学んでいる。1951年頃から作品を画廊で発表し、1954年頃からコンバインペイン,インティングと呼ばれる一連の作品を発表し始める。1958年には信仰のあったジャスパー・ジョーンズと同じくニューヨークの画商レオキャステリの画廊で個展を開き、やがてヨーロッパにも出品されて人気を呼んだ。 1964年、ベネツィア・ビエンナーレで最優秀賞を受賞した。同年には、カニンガムのダンスカンパニーの美術監督として世界ツアーに参加し、日本では創月ホールで公開制作を行った。世界ツアー終了後は、パフォーマンスやエンジニアとのコラボレーションに重点を移し、芸術家とエンジニアのコラボレーション組織である、 エクスペリメンツインアートアテクノロジーの設立や運営にも関わった。そのためがローで発表する絵画作品の発表を止めていたが、同時期に1964年から1965年にかけて巡回展をしていた。ダンテの地獄編のためのドローイング34編展はヨーロッパで反響を呼び、ラウシェンバーグのアメリカでの評価も高めた。この作品はダンテの 新曲地獄編を題材にした内容で、ダンテ生誕地のイタリアでも好評だった。1964年に世界各地を回る中で、ラウシェンバーグは各地の素材を用いて制作をするというスタイルを確立した。1984年以降には、世界の芸術家と共同制作して展覧会を行うラウシェンバーグ海外文化交流を設立し、 アメリカと政治体制が異なるソビエト連邦や中国など10カ国を訪問した。1992年に広島賞、1993年に国民芸術勲章、1995年にレオナルド・ダ・ヴィンチ世界芸術賞を受賞した。日本では1998年に高松宮殿下記念世界文化賞を受賞したことでも広く知られている。 2008年5月12日、フロリダ州、キャプティバ島の自宅にて心不全のため死去した。アムステルダム市立美術館でのラウシェンバーグと作品ラウシェンバーグ作品に共通する特徴として、越境性がある。コンバイン作品では、二次元用の素材と三次元の素材を共に使うことで、絵画や彫刻などの既存のジャンルを越境した。制作においては、 世界各地で制作をすることで国家という境界を超えて活動した。また、日常と芸術という境界を超えて両方に関わろうとした。ダンスや音楽とのコラボレーションを、カニンガムやケージといった点や、EAT の設立にもラウシェンバーグのジャンル、越境性が現れている。ラウシェンバーグはコンバイン作品において、 マルセル・デュシャンのレディメイドの概念を取り入れ、それまで前衛芸術に取り入れられていなかったアメリカの大衆文化を素材とした。1959年当時のラウシェンバーグは自作について、絵画は日常と芸術の両方に関わっている。どちらも作り出すことはできない。と語っている。彼の創作において、 歯磨き粉や爪磨きなど様々な日用品が作品の重要な一部となったことにもそのような姿勢が反映されているとされる。彼のコンバインペインテ,インティングの典型的な作品は抽象表現主義風の激しい筆地で塗られたキャンバスにケネディ大統領やアポロ宇宙船などのイメージを貼り付け、あるいは画面に交通標識、個体や鳥獣の剥製などの現実の物体を貼り付けたりしたもので、 しばしば二次元の枠をはみ出している。素材を区別せずに扱うラウシェンバーグの作風について、1968年に美術評論家のレオ・スタインバーグは、フラットベッドな絵画面と表し、ポストモダンという言葉が美術批評で使われるきっかけとなった。ライディングバイクス、ベルリン、1998年。ありがとうございます。